続いては、第3打目のショット、この攻め方をご紹介していきます。先ほどのパー5のホールの1打目のティーショット、2打目の後の第3打目になります。でこの3打目の地点に行くときにも、絶対に、1本のクラブだけで行かないようにしてください。必ず、3本持っていってください。最低でも2本のクラブを持って、ボールの位置まで行ってください。というのもこの攻め方によってグリーンの奥を攻めるか手前を攻めるかによって、まあ、最大で30ヤードから40ヤードの狙いの違いが出てきます。ですので1本のクラブ、例えばグリーンのセンターまで何ヤードだからこれでいいという1本のクラブだけですと正しい距離を打てなくなってしまいますので、3打目の地点グリーンを狙うショットの場合でも必ず1本のクラブではなく2本もしくは3本持っていってください。でこのホールなんですが、グリーンまで約120ヤード、センターまで120ヤードになります。でこの120ヤードの距離を狙う時の、攻め方をご紹介していきたいんですが、まず、グリーンを4つのエリアに分けます。でイメージしていただきたいのは、上から、グリーンを見て、センターを中心に4つに分けます。右奥、右手前、左奥、左手前の4つのエリアに分けます。でこの時ピンの位置は全く気にせず4つのエリア、グリーンのセンターを中心にして4つのエリアに分けます。でこの4つのエリアを分けた中で、この4つのエリアの中で一番打ってはいけない場所を最初に見つけます。で打ってはいけない場所というのはペナルティの対象になるもの、つまり OB であったりハザードだったりというのがまず一番打ってはいけない場所になります。で続いて難しいバンカーであったり難しい傾斜があるところが2つ目になります。でこの、状況で見ると真上から見たときには左の手前に深いバンカーがあります。で右側には、手前に、花道があって、その手前に大きなバンカーがあります。で奥は、OB はありません。で右のはるか奥に行くと OB があるという状態です。でここから、まず、この4つのエリアの中で打っていけない場所というのは左の手前になります。奥は OB がなく右の手前も花道なので一番打っていけない場所っていうのが左の手前になります。でグリーンを狙うときにはこの左の手前の対極のエリアを狙うことを意識してください。つまりこのホールの場合は4つのエリアの左の手前が打ってはいけないエリアになるので右の奥を狙います。なので、このホールですとピンのセンターまで、グリーンのセンターまで120ヤードになります。で右の奥を狙うので、その120ヤードに10ヤード足して130ヤード打つクラブを選択してください。でこの130ヤード、打つときにはピンの位置は一切気にせず、この絶対打ってはいけないエリアの対極のエリアを狙うことを最優先してください。で例えばプロ選手であったりシングルゴルファーのレベルであれば、このこういう状況では、状況によってはピンを狙いに行かないといけなかったり、すごく狭いエリアに打っていかないといけないんですが、100を切るためにはその必要は全くありません。ピンを狙う必要は全く必要ありません。大事なことはこのパー5の3打目で確実にグリーンに乗せるということになります。で仮にこのホールでグリーンに乗らなかったとしても、打ってはいけないエリアの対極のエリアというのはそれほど大きな、ペナルティはありません。なので仮に、右奥に行ってしまっても次アプローチが残るだけになるので、それほど大きな痛手にはなりません。でこのホール、狙っていくときには先ほどお話しした、グリーンのセンターまで120ヤードなんですが、クラブを何本か用意しておきますので、センタープラス10ヤードの130ヤードの距離を打つクラブで狙っていってください。でグリーンに乗らなくても何の問題もありません。